育てリアリティショーマザーズカレッジ。おしゃれで今どきなママは子育てにも敏感。 YouTube メディアを通してリアルで役立つ子育て情報をお届け発信する新しい形の子育てリアリティショーを対談形式でお届けいたします。今2歳だと思うんですけど、今後こう進路、お子さんの進路とか、こんな風になってほしいなとか、よくお母さんたちとかがこう思い描く子育てビジョンみたいなのがあると思うんですけど、まゆさんの場合はどんな風なお子さんにこう進路をイメージされてるんですか？進路的なことは正直そこまで具体的ではないんですけど、やっぱり将来的にもっと自分できちんと選択できるようになった時に、自分の経験から得たことをもとに自己選択していけるような、そんな子供、そんな人になってほしいなとは思ってます。なんかそれにこう、そんな人になってもらうためにどんな風に育てていこうかなみたいなのも、なんか具体的にあればきっと知りたいって皆さん思われてると思うんですけど、どうでしょう、やっぱりたくさんの経験を積む、例えば旅行とかもそうですし、日常的なこともそうですけど、うち男の子なので、男の子だからといって男の子の遊びとかそういうものに縛られずに、あらゆるおままごとにしてもおにぎり遊びにしても、いろんなことを本当に満遍なくというか、バランス体験、体験をたくさんさせて、させてって言ったらあれですけど、そういう環境をね、親が用意してあげるっていう、やっぱ教え込むっていうよりも、私が持っているのは、私たちが親ができることって環境づくりだと思うので、こうしなさい、ああしなさい、これはこの時間までだよとか、これダメだよって制限をかけたり、教えるっていうところじゃなくて、環境を整え、環境を提供していくっていうことには、生まれてから今までも、そしてこれからも大切にしていきたいなとは思っているので、なんかリアルモンテッソーリ教育を実施してるみたいなタイプですよね。なんかこう教育論にこうなんか囚われることはないけど、自らこう感じたままにやっていることがすごく教育的というか、そういう風に感じれるようになったっていうのが一番かもしれないですね。そもそも生まれつき私はこういうことをできてたって言ったらそうじゃないですし、やっぱ仕事をしだして、自分で独立してし始めて、で結婚して、やっぱこんなんじゃないですか、結局一人で自分でやってると。で、その中で勉強したり経験したりっていう中で、何が大事なのかなっていうことを、学びだったり経験の中で感じたことっていうのは一番大きいですかね。やっぱり経験しないといけない。どれだけ情報を得ても、知識を得ても、その知識も情報も、その知識情報止まりってあると、結局不安要素を作ってしまうので、やっぱ不安を取り除こうと思ったら、それは自分できちんと体験したり経験しないといけないっていうことを身をもって、この特に数年間は感じたので。でもそれをなんかこうご自身のお仕事とこうバランスをこう、しかもこう無理になんかお仕事にこう結びつけるとか、子育てをそっちによるみたいな形ではなくて、こうすごいナチュラルな形でそっちに向かってるっていうのが、お子様がまっすぐ育ってる秘訣なのかなっていうのは今聞いててすごい感じたんですけど、そう言ってもらえると本当嬉しいです。なんかきっとその計算でこういう風にしたらこんな風に育つだろうっていう、もうこれをやらせたらこうなるだろうっていうようなところではなく、なんか心地いい、お互いが心地いいって思うことをやり合っていることが、こう発達を促すことにすごいつながっているのかなっていうのは聞いてて感じますが、すごく大事にしていることなので、すごいそう言ってもらえたら嬉しいです。心地いい、お互いが心地いい、例えば夫婦でもそうですし、お互いが心地いい関係とか状態、なんか一日のこのルーティーンというか、まだ小さいお子様なので大変だと思います。